私は今一昨年前に完成をした阿蘇田園空間博物館総合案内所前に来ています。ここはご覧のように国道57号線国道212号線に面し、また阿蘇登山道の入り口にあり、 JR 豊肥線阿蘇駅も目の前ということで、大変立地条件に恵まれた場所であります。またこの周辺は昔から山岳信仰が盛んに行われた地域で、国指定文化財を有する西岸殿寺や当時の修行僧が利用した坊や庵の跡が残る歴史感あふれたところでもあります。現在阿蘇田園空間博物館総合案内所では、観光的な案内業務を行うとともに、この阿蘇の自然や歴史文化景観を守っていこうという事業が住民の人たちの手によって展開されています。昨年8月に NPO 法人阿蘇田園空間博物館として認可され、まさに観光振興と環境保全を目指す阿蘇市の活動拠点として、これからも大いに期待される施設と言えます。具体的な取り組みを申しますと、阿蘇市全域を一つの大きな屋根のない博物館に見立てて、その中で今も受け継がれる農業の営みの中で育まれてきた文化や生活の知恵、阿蘇の神話が物語る古い歴史や農耕祭事、雄大な阿蘇の山並みやのどかな草原、四季折々に姿を変える美しい田園景観を地域の宝として一つ一つ輝かせ、保全や継承に努め、次世代につないでいこうというものです。これに関連した催しとして、阿蘇をサルコーと題した地元案内人による散策ツアーがあり、ご参加された方からは地元の魅力の再発見ができたと好評です。また案内人を務めた方々もやりがいを感じておられます。その他、阿蘇をもっと知るセミナーや農作業体験イベントなど多くの活動が行われ、館内でも多様な展示コーナーを設けて旬の話題を提供しています。またこれから夏の催しとして、昔懐かしい遊びを集めた夏祭りやフリーマーケット、散策ツアー、フォトコンテストなどが予定されています。写真好きの方にはぜひフォトコンテストにご参加いただき、素晴らしい阿蘇の魅力を大いに写真を通して伝えていただきたいと思います。今から暑い日を迎えますが、阿蘇は風の通る涼しいところです。温泉もあります。ぜひ日頃の疲れを癒しに阿蘇にお越しください。総合案内所は年中無休で営業しており、英語、韓国語、中国語に対応した通訳システムも常設しております。お気軽にご利用ください。お待ちをいたしております。